愛子の画家生活へようこそ。京都で画家をしております愛子と申します。今日はですね、また私が普段描いている日本画の、制作過程をねお見せしようかなと思います。こちらのね、滝の絵ですね、映る姿という、京都の琴滝を描いたね絵なんですけど、滝とこう水面を描いた絵なんですが、こちらの、アレンジをして、絵を描いてほしいというご注文をいただきまして、そちらのね、制作して、先日ねお客様にお渡ししたんですけど、こちらの絵のねメイキングぜひ見ていただければと思います。いかがでしたかね。こんな感じで、作品のね、注文っていうのをね受けたまわっております。ね、全くそのご自身のね描いてほしい風景を持ってきていただいて、これ描いてくださいっていうのでもいいですし、今回みたいに私のその以前の作品を見て、これをちょっとアレンジしてこうしてほしいとか、そういうのもできます。で、ベースっていうね、ショップで去年ですね立ち上げまして、そちらでこう作品ね出品してるんですけど、そちらもチェックしていただければいいかなと思いますね。はい、ぜひぜひご注文をお待ちしております。で、ちょうど16日、明日からですね、こちらのランホテさんっていうね京都の三条会商店街ってすごい活気あるね商店街の中にあるカフェで個展をねさせていただきます。作品はね、5点ぐらい飾ってあるんですけど、こう喫茶店ですよね、学生の時からね行ってたカフェで、何回も行ったことあったんですけど、ちょっと今回ご縁があってやっとその店主さんの方とお話とかできてね、それ感動だったんですけど、
そういう個展もやってます。で一応3月末までっていう風にしてるんですけど、結構アバウトな感じで延長するかもしれないんですけど、結構長い期間展示してって、で月ごとにちょっとね作品入れ替えようかなと思ってますので、それも楽しみにしていただければなと思います。コロナ禍ですので細心の注意を払ってっていう感じなんですけど、ぜひマスクはねしてきていただければなと思います。はい、じゃあ今日も動画見ていただきありがとうございました。